マラ全長50から70センチメートル、最大で100センチメートル以上に達する。東道長42から60センチメートル。どうかのアメリカドクトカゲと比べるとより大型で、細長い。尾は長く東道長の65%以上に達し、先端に向かうにつれ細くなる。英名は、鱗の隆起がビーズ状であることに由来する。体色は、 高褐色や胆石褐,褐色で、頭部や四肢の先端はより暗色。全身が暗褐色の個体もいる。胴体や尾に網目状に暗褐色の反紋が入る。乾燥した熱帯落葉樹林やアカシアからなる矢口などに生息する。地表性だが樹上に昇ることもある。白面白母性で、昼間は地面に空いた穴や木の根元、軌道。 樹上などで休む。夏季及び雨季には夜間に、冬季には昼間に活動することもある。危険を感じると口を開けて威嚇する。食性は動物食で、爬虫類やその卵、蝶類の卵やヒナ、小型哺乳類、昆虫などを食べる。繁殖形態は乱生。1回に約10個の卵を産む。卵は翌春に孵化する。宅地や農地開発による。 生息地の破壊、道路建設による生息地の分断などにより生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。2006年に動物愛護法により特定動物に指定されたため、2013年現在日本で本種を飼育するにあたり、獣医師によるマイクロチップの埋め込み及び個体登録、地方自治体の許可が必要になる。 取り扱いには最新の注意を払い、革手袋を着用して、絶対に素手で扱わないなどの安全対策を怠らないようにする。ありがとうございます。